こんにちは。グロックフィールドナイフのレビューをしたいと思います。FM78 と FM81 です。じゃあ FM78 から。ここに刻印があります。タングは この辺りまで入っています。キャップになっています。ステア AU 中に装着すれば銃剣にもなります。すごい握りがいいナイフですね。細くて。やっぱりナイフっていうより細いから銃剣ですよね。鞘になります。じゃあ FM81 を開封してみたいと思います。オーストリア製になります。見た目は FM78 も81も同じですよね。違いはノコギリになっていることですね。刻印がここにあります。 FM81あとは同じですよね、見た目は。じゃあ、鞘を砕くと思います。鞘も同じですよね、これ。こんな感じでレビューを終わりにしたいと思います。ありがとうございました。